半導体のアメリカ国内生産を支援する総額2800億ドル約37兆1100億円の通称チップス法がアメリカ連邦議会で可決しましたアメリカのチップと化学法案に基づきバイデン政権は輸出規制、投資審査、非中国企業への手厚い補助金などでアメリカ国内のチップ生産量の増加に努め 中国共産党中共による先端半導体技術の取得を困難にしようとしています。いくつかのメディアはアメリカに工場を持ち、アメリカ政府の補助金を受けるチップ企業は今後10年間、中国やロシアなどの懸念国でのチップ生産の拡大ができなくなると法案一部を報じました。 ブルームバーグの報道によると、法案は28ナノメートルという動かせない制限を設けており、補助金受給者はこれより小さい、より高度なチップを中国で生産できなくなります。28ナノメートルのチップ技術は最先端には遠く及ばない数世代前の半導体技術ではあるものの、自動車やスマートフォンを含む製品に広く使用されています。 法案の禁止範囲はロジックチップとメモリチップもカバーされています。これらの措置はアメリカのサプライチェーンを保護し、中共の軍民融合戦略を減速させ、北京の軍事的近代化の努力に対抗するためのバイデン政権によるより幅広い取り組みの一環です。 ブルームバーグは8月1日、アメリカ連邦政府の補助金の大半が、現在アメリカで数百億ドル規模のチップ製造設備を新設しているインテル、台湾石体電路製造 TSMC、韓国のサムスン電子に投入される見通しだと報じました。 アメリカ連邦政府の補助金受領可能企業のうち、現在中国で比較的高度なチップを生産しているのは台湾石体電路製造 TSMC のみです。TSMC の中国南京工場では中国最大手の中心国際集積電路製造 SMIC が生産できる最先端の製品とほぼ同等の 28ナノメートルよびより高度な16ナノメートルのチップを生産しています。これは現在 SMIC が生産可能な最も先進的な製品に相当します。しかし SMIC の技術は業界リーダーの台湾 TSMC から少なくとも6年は遅れています。 トランプ政権が ASML 社が最先端の極端紫外線リソグラフィを中国に輸出できないようオランダ政府に圧力をかけた後、中国の SMIC は台湾の TSMC に追いつくためにほとんど克服できないであろうと思われる挑戦に直面しています。 アメリカ政府は最近また相対的に先進的なチップ装置の中国の入手ルートを引き締めたため SMIC は株暴落を招きさらなる挫折に見舞われましたアメリカ在住経済学者のコウ・ダイエ氏は7月29日大紀元の取材に応じ アメリカのチップ法案通貨の背景には、アメリカ半導体工業会 SIA が今年1月に公表した報告書に書かれている、中国は世界のチップ市場での売上高で台湾を抜き、ヨーロッパと日本を追いかけているという一文を紹介しました。その上で彼は、アメリカ半導体工業会による次のような予測を述べました。 このペースで推移すれば2024年には世界のチップ市場における中国のシェアは17.4%に達する。ヨーロッパ、日本、台湾をはるかに上回り2位の韓国にほぼ追いつく。しかしチップ市場で約40%を占めるアメリカにはまだ遠く及ばない。アメリカが今回チップ法案を可決したことについて郝大英氏は アメリカは自らの産業競争力を向上させるだろうもう一つ突破口としてチップ分野での主導権を強固にするそしてアメリカは中国チップ産業の台頭を逆に抑え込みたいと考えていると語りました中共はこの1年アメリカによるチップ産業チェーンの再編を阻止するために 多くの工作をししてきましたロイター通信によると昨年11月ワシントンの中国大使館はこのチップ法案が成立すればアメリカは中国市場でのシェアや収益を失うリスクがあるとアメリカ議員に警告しチップ法案を取り下げるよう促す書簡を送ったといいますアメリカの法案措置ができなかった後この懸念は今アメリカの同盟国に広がっています 最近、中共の管制メディア CCTV が、アメリカ側が中国を封じ込めるために小さなエンジンを組んでいると批判し、北京からの3つの大きな懸念を明らかにしました。第一に、アメリカがオランダ政府に圧力をかけ、ASML 社が中国に次世代露光技術である、新潭紫外線リソグラフィーを販売できないようにしたこと。 第二にアメリカのイエレン財務長官が韓国を訪問した際、友好的なアウトソーシング戦略を提唱したこと。第三にアメリカが日本、韓国、台湾を含むチップ4カ国同盟の設立を主導していること。中国外交部の張立健報道官は、昨年韓国が輸出したチップの60%は中国市場に流れた。 韓国が自国の長期的利益を考慮することを望むと述べ、韓国に圧力をかけました。台湾の国防安全研究院国防戦略資源研究所の宋志雲所長は6月29日、大紀元の取材に応じ、アメリカは半導体産業の現地化を深めて将来の軍事競争、デジタル経済の発展、国家情報基盤に関連した 赤のサプライチェーンによる汚染を避けるのは特に重要だと述べました。